ホロドモールは1932年から1933年にかけてウクライナ人が住んでいた各地域で起きた人工的な大飢饉である。アルメニア人虐殺、ホロコースト、中国共産党による文化大革命、ポルポト派による虐殺、ルワンダ虐殺等と並んで20世紀の最大の悲劇の一つ。ウクライナ人たちは強制移住により、 家畜や農地を奪われたために400万人から1、450万人が死亡した。また、600万人以上の出生が抑制された。この大飢饉が当時のソ連の最高指導者、ヨシフ・スターリンによる計画的な飢餓ではないかとする議論が長年続いていた。2006年にウクライナ議会はウクライナ人に対するジェノサイドであると認定した。また、米英など、 西側諸国においても同様の見解が示されており、ソビエト連邦による犯罪行為であるとしている。ホロドモールの主な地域は以下の通りハルキウ州で行われたプロレタリア革命の波と呼ばれるコレホーズからのパンの強制収集。ホロドモールによる合死者とされる写真。群衆が集まる中、路上に放置されている。飢餓により街灯に倒れ込んでいる農民と気を払うことなく、 通り過ぎるようになった人々。ウクライナでは1919 19年のウクライナ社会主義、ソビエト共和国の成立を経て、1922年には、ロシアソビエト連邦社会主義共和国や、白、ロシアソビエト社会主義共和国と共に、ソビエト連邦を構成した。ソビエトロシアにとって、ウクライナから収穫される小麦の輸出は貴重な外か、獲得手段であった。 飢餓が発生しても、ウクライナの小麦は挑発され、輸出に回され続けたため、それが、さらなる食料不足を招くことになった。1930年代初め頃には、農業集団、ソ連の大ゲーペーウーは、ウクライナ民族主義者、ウクライナ人の知識人、集団化政策への反対者、そして共産党政権にとって脅威であるとみなした、ものを容赦なく処罰した。 豊かな土壌に恵まれたウクライナでも、課せられた、収穫校の達成は困難で、さらに当局による厳しい食料調発に耐えられず、不満を表明する動きが現れた。また、農村部は、民族主義者の溜まり場として、目をつけられていた。スタニッツァ・ボルタフスカヤという人口4万人の村は、食料調達に応じることができず、村の住民が、丸ごと追い立てられ、男性は、 八海、バルト海運河建設へ、女性は、ウラルのステップ地帯に送られ、離散を余儀なくされた。集団化政策の強行は、減産を招き、割高を提出すると農民たちには、食料が残らなかった。さらに、数々の条例が制定された。農産物はすべて人民に属するものとされ、パンの取引や調達不達成、落ち葉拾い、ホーカルト、 人民の財産を収奪したという罪状で10年の刑を課せられた。1933年春には、原爆や普段層といった資料を悪用すると、10年は強制収容所へ送られると言われた。1932年12月27日、国内パスポート制が導入され、農民たちは、濃度さながらに、村や集団農場に縛り付けられた。 ウクライナの国境は封鎖され、自由な出入りは許されず、守備よく脱出して、パンを持ち帰った農民たちもその場でパンを没収された。都市から派遣された労働者や党メンバーから、構成されたオルグ団は、空中パトロールで畑を監視し、農場には、コムソモールのメンバーが見張りに送り込まれ、肉親を告発すれば、子供にも、食物や、衣類やメダルが与えられた。 当の活動家たちは家々を回り、食卓から焼いたパンを鍋からカーシャまでも奪っていったと言われる。食料を没収された農民たちはジャガイモで飢えをしのぎ、鳥や犬や猫、どんぐりやイラクサまで食べた。ついに人々は病死した馬や人間の死体を掘り起こして食べるに至り、その結果多数の人間が病死しており、赤ん坊を食べたことさえもあった。通りには死体が転がり、 ところどころに山積みされ、死繍が漂っていた。取り締まりや死体処理作業のため都市から人が送り込まれたものの、逃げ帰る者も,も多かった。子供を持つ親は、誘拐を恐れて、子供たちを戸外へ出さなくなった。形ばかりの診療に当たった医師たちには、上という言葉を使うことが禁じられ、診断書には遠距離的な表現が用いられた。困り果てた農民たちが、 村やソビエトに陳情に行っても、隠しているパンでも食べていろと言われるだけだった。ソ連政府が飢餓の事実を認めることは、ウクライナ農民に譲歩することを意味したが、5家年計画の成功を宣伝し、外交的承認を得ようとしていたソ連としては飢饉を認めるわけにはいかなかった。国際政治の場での名誉失追は避けねば、ならなかったのである。当時ソ連に招かれていたバーナード賞や、 H.G. ウェルズ、ニューヨークタイムズ記者のウォルター・デュランティ等は、模範的な運営がなされている農村を見せられ、当局の望み通りの視察報告を行っただけで、あった。一方、英国、カナダ、スイス、オランダ等各国及び、国際連盟は、国際赤十字を通じて、ウクライナ基金に手を打つ、要ソ連政府に要請を行ったが、ソ連政府は、ガンとして、基金の存在を認めず、 存在しない基金への救済は不要という一点張りだった。ウクライナは想像を絶する飢餓に遭い、反素、反共感情が高まった。そのため、後に独ソ戦によりヒトラーのドイツ軍が侵攻した時は解放軍として喜んで歓迎し、大勢のウクライナ人が兵士に志願し、共産党員を引き渡すなどドイツの支配に積極的に加担したほどであった。しかし、 生存権の拡大とウクライナ人を含むスラブ継承民族の排除を目指すナチスドイツもまたウクライナ人に過酷な政策を実施した。結局、ソ連政府が一連の飢餓の事実を認めるのは1980年代まで待たなければならなかった。ウクライナ大統領ヤヌコービチと共に慰霊碑を訪れたロシア大統領メドベージェフ飢餓によるが死者の総数に関しては未だ 議論が続いており、基金の犠牲者数についても学説によって250万から1450万人までの幅がある。この飢餓の主たる原因は、広範な協作が生じていたにもかかわらず、ソ連政府が工業化の推進に必要な外科を獲得するために、国内の農産物を飢餓輸出したことにあった。その意味で大飢饉が人為的に引き起こされたものであることは否定できない。 ウクライナのユシチェンコ政権は、これをもって、ウクライナ人に対する大量を虐殺であったと主張し、国際的な同情を募った。一方、現代ロシアの歴史家を中心に、大規模で悲惨な基金があったという事実認識には同調するが、基金の被害は、ウクライナ人のみならず、ロシア人やカザフ人にも広く及んだと指摘して、これが、ウクライナ人に対する、 民族的なジェノサイドであることを否定する議論もあり、見解の相違は埋まっていない。2007年、ビクトル・ユシチェンコ大統領は、ホロドモールを否定した者を刑事的に処罰するための法案提出を促した。刑は罰金最大1000ドル、懲役最大4年となる予定であった。これと似た例に、ドイツのホロコースとアルメニアのオスマン帝国でのアルメニア人虐殺を、 否定した場合の懲役刑に関する法律がある。2008年、ホロドモール発生75年を記念して、キエフに、ウクライナ基金犠牲者追悼記念館が開設。2010年には国立化され、ホロドモール犠牲者追悼国立博物館と、解消された。一方、クリミア半島の特別市セバストポリでは2009年に、セバストポリホロドモール博物館が開館したが、間もなく、 展示写真数点が1920から30年代に起こったボルガ地方基金や世界恐慌時にウクライナ国外で撮影されたものの流用であることが明かされ問題となった。なおセバストポリは2014年クリミア危機以降ロシアの実行支配下にある。2010年4月27日、ユシチェンコの光景で震動派であるビクトル・ヤヌコービチ大統領は 九百三十年代の大飢饉をウクライナ人に対するジェノサイドとみなすことはできない。この大飢饉はソ連に含まれていた諸民族共通の悲劇であったと述べ、事実、ウアマ前政権の路線を転換した。ホロドモールをジェノサイドとして承認している諸国。アメリカ合衆国おはようシューパーマシのウクライナ、聖教会聖ラジミール大聖堂の敷地に立つ、ホロドモール異例非ジェノサイドとして、 編集人道に対する罪として、編集ジェノサイドとして、編集人道に対する罪として、編集女性戦闘機パイロットである主人公の羊を描いた前日端として作中に織り込まれている。ありがとうございます。